旧駆逐艦は、イギリス海軍の水雷艇駆逐艦の環球。1913年に駆逐艦の艦級が、アルファベット順に整理された際に、30乗ったアー型として建造された艦のうち、4本煙突の艦がこの艦級に再種別されたものである。青年枠破を背景としたフランス海軍の水雷艇戦力の拡充に対抗するため、1892年度より、イギリス海軍は、 水雷艇駆逐艦と呼ばれる新艦種の整備に着手した。これは水雷艇を拡大した軽量の船体及び水艦ボイラーを採用した軽量大出力機関の搭載を基本としており、最初に建造された各型は27ノットの速力を実現した。この27ノッター型の成功を確認したイギリス海軍は1894年度計画より、 さらなる速力向上を図った発展型として30ノッター型の整備に着手し、1903年までに74隻を建造した。その後、1913年に駆逐艦の艦級がアルファベット順に整理された際に、このうちの4本煙突の艦が B 級として再種別された。27ノッター型と同様、細部の設計は各造船所に任されたことから、 煙突数を除けば艦型は極めて多彩である。基本構造は永久と同様で、いずれも水雷艇を強化、拡大したものとなっている。敵からの発見を遅らせるため、艦炎の低い平ら板型とされたことから、艦首が波浪に突っ込んだ時に海水をすくい上げないように、水はけの良い亀甲型とされた。また艦首より、やや後方の外反には、 波の打ち上げを減少させるためフレアが付されているほか、環境付近から艦尾付近までは、喫水線付近が最も幅広く、還元は船体内向きに内傾しているタンブルホームの形状を採用した。なお、艦尾艦底部には、プロペラ先端の一部を収めるためのへこみが付されている。ボイラーはいずれも、石炭栓昇式の水管ボイラーで、ヤーロー式、ソーニクロフト式、 ノルマン式、リード式があった。蒸気正常は、圧力 220-250LBF、インに、飽和温度であった。主機関は、A 級の大部分と同様、水雷艇で主流だった三段膨張3、気筒レシプロ蒸気機関が踏襲された。機関出力は6200馬力を基本とするが、アルバコア、ボニットは7000馬力となっている。会場公見では、 一部を除いて30ノットという初期の速力を達成し、ウルフは31.1ノットを記録した。その後、1895年に、フランス海軍の公用水雷艇、ホルバンガ海上港を試みで31.03ノットの速力を記録したことから、1896から7年度計画で、C 級のアルバトロスとともに、本級のアラブエクスプレスが、 高速艦として試作されることになり、アラブは8600馬力、エクスプレスは9250馬力に強化された。しかし33ノットの目標速力に対して、実際の速力は30から31ノット程度となり、レシプロ蒸気機関の限界が確認された。海軍ではすでにこの問題を認識しており、まず1900年度で新開発のパーソンズ直結タービンを搭載して、 コブラを建造した。同館では4軸推進が採用されており、両外軸に高圧タービン、両内軸に低圧タービンと高新タービンを結合した。また減速機を持たない直結タービンであるため、高回転化で効率的にタービン出力を水力に変換するため、各推進軸に3個ずつの推進機を備えた。また1908年度には、 事故で沈没した30ノッター型2隻の大艦として、パルマーズ社がストック艦として建造していたアルバコア、ボニットを購入したが、これらもパーソンズ直結タービン艦であった。装備面では27ノッター型のものが踏襲された。水雷艇劇場のための艦砲は駆逐艦の第一の武器とされており、手法としては40口径7.6センチメートル砲1機。 副砲として40合計5 7トル砲を5機が搭載された。手砲は監視乾板直後のプラットフォームに搭載された。また、アルバコア、ボニットでは副砲が省かれる代わり、7 6トル砲が3機搭載された。また同時に、水雷艇と同様の雷撃任務も求められたことから、18インチ、魚雷発射艦2機も搭載されている。 ありがとうございます。